仙台育英学園高等学校は、宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目と、同県多賀城市公共5丁目にある、私立高等学校。通称は、育英、仙台育英、国際バカロレア認定校。校舎は、仙台市宮城野区の宮城野キャンパス及び、多賀城市の多賀城キャンパスの2つで構成され、コース及び部活動によって、2つのキャンパスのうち、 いずれかに所属することになる。宮城県の学校会では、東北高等学校と並ぶ私立のスポーツ競合高校であり、甲子園の常連校として特に知られている。1989年と2015年には、夏の甲子園で準優勝。2001年には、春の甲子園で準優勝を果たし、高校野球における白川越えの悲願成就に、 最も近い高校として地元の期待を集めていたが2004年の夏大会で駒沢大学附属とマコマ高等学校に先を越され果たせなかった。また2012年国民体育大会20122014年明治神宮野球大会では優勝を果たしている。なお、南式野球部は第47回全国高等学校南式野球選手権。 大会で優勝を果たしている。全国高等学校野球選手権宮城大会では、東北高等学校との2強の構図が30年以上続いている。春12回、夏28回、計40回出場。この他にも、陸上、駅伝、サッカー、ラグビー、卓球、柔道、剣道、ライフル射撃部は、強豪校として知られ、全国高等学校駅伝競争大会の 優勝回数は男女合わせて12回。ラグビー部は24年連続26度の全国高等学校ラグビーフットボール大会出場。また、第1回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会にて優勝。サッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会に34回の出場を数える。文化部では書道部が全国大会において、 優勝や入賞を多数達成している。なお、高校には珍しいラクロス部が存在する。制服は男子はブレザー2012年度以降の特別進学コースの生徒は紺の爪襟。女子は全国的にも珍しい小緑のブレザースカートで襟元に赤いリボンをあしらったものである。2014年度より4つのコース名が解消され、英進進学コース愛類は 英進進学コース、英進進学コース2類は、情報科学コース、フレックスコース愛類は、フレックスコース、フレックスコース2類は、技能開発コースとして生まれ変わった。設置者は、学校法人仙台育英学園。同法人は、東北地方では、初の中等教育学校である、秀で中等教育学校を設置している。設立者である、加藤都敷は、 アイズ・ワカの出身であり、育英館との関連はない。なお、前橋育英高等学校、奈良育英高等学校、育英高等学校、鳥取県立鳥取中央育英高等学校との関連や交流はない。普通科総合コース制であり、すべてのコースが単位制である。ひでみつコース、仙台育英学園ひでみつ中学校の卒業生を受け入れるコースであり、事実上、 同校との中高一貫教育を行っている。2003年度から2017年度までは、仙台育英学園高等学校、秀光コースとしての募集はなく、秀光中等教育学校後期課程が、同コースの役割を担っていた。特別進学コース国公立大、南関私立大学への現役合格を目指す。東大、京大などの超南関大学を目指す。 東大選抜クラスをはじめ習熟度と進路に応じた、クラス編成、朝及び放課後学習、夏、冬休み等の特別講習、自学自習の習慣を身につける宿泊研修など、様々な学習機会を設けて、真の実力を要請する、東京大学、京都大学、東北大学、慶応義塾大学、早稲田大学、同志社大学、立命館大学といった、 南韓大学への合格者も多数輩出している。外国語コース外国語。特に英語の学力を身につけ、主に外国語系、文系大学への進学を目指す。外国人講師による生きた英語の授業や、海外留学、海外語学研修もある。英検、e 一区にも挑戦。日本伝統文化の理解と尊重を目的とした茶道、作動、稼働の授業も行われている。二学次に、 ハワイ研修を実施、国際バカロレアを受講するには本コースへ、編入することになる。英進進学コース大学進学を意識した、数多くの選択可能な教育課程を設置し、受験指導と英語の学力向上に努めている。それぞれの適性、進度に応じて、文系、理系合わせて6つの系に分かれる。希望する進度を実現させるためのカリキュラム編成で、 レクチャークラスなどを実施しながら、一人一人の習熟度に応じ3年間で着実に実力を磨く、情報科学コース専門的な情報処理の国際認定資格を取得し IT 関連の大学や、その資格を活かせる大学や専門学校等への進学指導を行う。一人一台のノートパソコンを一般教科、LHR、総合的な学習の時間などに利用する。2年次からは、 進路希望に応じて、文系と理系を設けて、生徒の適性や能力に応じた学習を行う、フレックス、技能開発コース部活動と勉強を両立し、推薦入試を中心とした、進路指導を行う、フレックスコースと、アニメーション制作やグラフィックス技術が学べ、就職支援のための資格取得や、個々のキャリアアップに向けた多くの講座を設定している、技能開発コースがある、 普通科としての必ず履修科目等は両オーコースともほぼ同じだが学校設定強化にそれぞれの特徴がある。共に大学専門学校進学率は90%を超え就職率は100%を達成している。4月と10月年2回の入学機会がある。学習の進め方は面接指導の授業と定められた報告課題を提出、年間2回実施する。 末試験に合格すれれば単位が認定されるスクーリングは宮城のキャンパスのほか ILC 青森、2014年4月開校の ILC 沖縄でも実施されている。インターアクトクラブとは、奉仕と国際理解に貢献する青少年のためのロータリークラブ提唱の世界的団体である。高等学校に在学中の生徒、または、 年齢14から18歳までの青少年が入会できる。インターアクトという名は国際的活動インターナショナルアクションを意味している。日本最初のインターアクトクラブは1963年6月27日に結成された仙台育英学園高校インターアクトクラブである。提称は仙台東ロータリークラブで100人を超える人数で誕生した。 日本第一号のインターアクトクラブは当時世界最多の会員数を要していた。仙台育英学園高校インターアクトクラブは誕生してすぐ清掃奉仕や小さな新設運動などの様々な活動を展開し、1967から68年度インターアクト国際ロータリー賞を受賞した。また、インターアクトクラブ設立後、 海外留学が活発に行われるようになり、地区の青少年交換制度を促進するという効果もあった。2018年11月、仙台育英学園高等学校インターアクトクラブは、世界中の人々と地域社会のために、ロータリー、変化をもたらすのテーマを実践したことにより、イアン HS ライズリー国際ロータリー会長から、2017から18年度会長賞、 の症状が送られる。2013年に新築改装工事が完了。鉄道バス鉄道宮城の新校舎完成2011年3月11日の東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城の校舎は2012年1月から改修工事が進められ、2013年3月24日に竣工した。同年4月9日には開校式が挙行され、授業が開始した。 宮城の新校舎として完成したのは、新栄光、新南米・新北新の三つの建物。新栄光と新南米との間には、学園創立者である加藤都敷地を記念した GP ホールも建設された。多賀城校舎グラウンド整備2013年3月、多賀城キャンパスのグラウンド、テニスコートが人工芝に整備された。同校には、 毎年5月頃その年の新入生一同が、多賀城校舎から松島研修センターまで踏破する、ウォークラリーという恒例行事があった。ところが、2005年のウォークラリーの際、暴走した飲酒運転の RV 車が生徒たちの列に突っ込み、生徒15人が重軽傷を負い、3名が死亡する、事故が発生した。この死亡事故以後、多賀城校舎内に、 夢の途中という碑文が記されたメモリアルストーンを設置し、毎年5月22日を愛、ライオンデーとして、亡くなった生徒の追悼と飲酒運転撲滅運動を生徒会主催で行っている、スポーツ会、編集芸能会、編集芸術会、編集その他、編集、ありがとうございます。